魔法少女ゆいゆい気けなされた勇気近日発売煮込みすぎだのわらわらまんこつラーメンわらわら2杯目封入はいそういうわけで後半ですねはいはい。はい ええと、まあ、一応さっきですね、えー、この CM 中に僕、さ僕ら三人でいろいろどれがいいかと話し合いましたが。そうですね。まあ、前半があんなに内容濃いと思わなかったので、えー、はい。で、あのー、正直ね、僕も一個忘れていたのが、はい。僕も結局エントリーしているわけですよね、この、そうニコマユニット名ングランプリに。 <laughs> まあまあまあ、なんか優勝ある大会みたいに読んでますけど。なので CM に入ったとった徳松さんに、これ東山だろうとかすごい問い詰められて、心の壁ドンされたんですね。心の壁ドのン。で、正直に言ってみろとか言われて、なのでまあ僕のリアクション一つも結構ね、注意しなきゃいけないなと思いつつ、一応まあどれに、 一個にするかっていうのはなかなか絞るの面倒だったんですよ。すたくさんありすぎて。うん、で、まず三人の好みも違いすぎたので、前半から、一、うんえー、人一個ずつ気に入ったのを、まず候補上げましょう。なるほど。はい。ということで、ちょっと一人ずつ言っていきたいんですね。これが、この三つが、前半から、上位に。<laughs> <laughs> えー、なぜか、前半のチャンピオンってことですね。うん、なんで半笑いだったんですか。はい <laughs> ということで、じゃあ、僕のお気に入りというか、そうですね、やっぱり僕の今回の前半のお気に入りというか、緊張するいやいや俺のかな、俺のかなって、皆さん思ってますからね、やっぱりね、僕が今回、この今から言うのを選んだ理由は、もう完全なやっぱりセンスですね、抜群のセンスのみ。 ね、じゃあ,あの僕フらしてください。はい、えー。ポッドキャスト界の突っ込みキングに選ばれたちょっと待ってください突っ込みまくる。ポッドキャスト界の突っ込みキングにして自他ともに認めるムッツリスケベ芸人特番カケイシ。 いやいや今にして、そのボケの処理もまだ僕、あんまりしきれてないんで、僕こ完全一人歩きしてますからね、<laughs> 処理無理ですよ。あれに正式に僕、まだ突っ込まさせてもらってないんで、<えー S 1> それに対して、<laughs> <laughs> 徳正剛が選んだのは、どれでしょう、キャンタマン引きちぎられたい。<laughs> お <ー S 1> ねえいやこれはね、センスありますか。いや,いやもう 嫉妬ですね、どんだけ気に入ってんだよってね、コメント的には。引きちぎられたくないですからね、基本的にやっぱり人間ちゅうものはね。いや、いいですね、なんか。なるほど。ということで、選ばれた方おめでとうございます。いや、めでたいのかもわかない。んないね。いますじゃあ、あの、えっと、折りたりこさん。はい。 の選んだのは、どれでしょうか、はい、発表してください。ニョコン。<う> <laughs> <laughs> いやー、やっぱ、集作揃いですねー。かわいいですよ、響きが。ああかい,いなるほどね。うーんな。なるほど。なんか、4コマ漫画とかにありそうじゃないですか。そうですね。なんか、の、キャラ、キャラクターの名前みたいな、なんか、ニャロメ的なね、なんか。<laughs> なんかそういういキャラ、うん、キャラクターとかにもなりそうですね、このニョコン、ニョコンっていうのが、ニョコンくん、ニョコンちゃんみたいのでねいいかもしれないですね、はいまあ、一応、あの投稿者のお名前と言いますか、うん、もう発表させていただこうと思うんですが、ニコ生に関しては、ですね、はい、あの一応、固定ハンドルネーム、固定ハンっていうのをつけれるんですね。 うんうん、コメントに対して、まあ、ハンドルネームをつけてコメントすれば、はい、え誰がコメントしたか分かるというの固定版っていうのがあるんですけどそれを一応あのそのまま使っていいかどうかっていうのが浸透しきれてなかった感があるので、はいまあ、一応固定版がない方はあの ID の最初の頭 2, あ2つですねうん、うん、それをあの読ませていただこうと思います、はい、えっとまず、うんえー、徳松さんに選ばれた。うんはい ちゃんたま引きちぎられたい。はいはい。ええ、は、ニコ生から TK さんですね。TK さんという、かこれは、そのまま小手ですね。小室哲也ではないですね。ないです。小室哲也さんであっても、全然いいですけど。小室哲也が送ってきたわけではない。たまにはね、そういうことも言いたいときもあるかもしれないので、人間。はい。で、え、折田さんが、に選ばれました、ニョコンは、え、漢字の、 ランという字で始まる固定ハンドルね、固定版の方でした。ランさんですね。一応ここではランさんと読ませてもらいます。で、僕なんですけども、僕が選んだのは、ツインタワーウィメン。いや、別に全然笑うんですかいやいや、じゃわかんないです。いや、なんか、もう何が、何が正しいのかとかわかんないんで、わかんなくなっちゃってるんで、 はいはい、多分僕,僕らも聞いてる方もそうなってると思います。<laughs> うん。東山さんが、はい、選ぶのそれかよとはちょっと思いましたけ <laughs> なんか。その <laughs> うん、なるほど。で、これ本当にたまたまなんですけど、<laughs> はい、えー、ツイントワー・ウィメンも TK さん。同じ, <laughs> 同じ方です。<laughs> えー、そうなんですか、ね、<う>これ今、僕も<っ>今初めて見ました。 あ、うん、それ、あすごいっすね、けど。キャンマ引きちぎられたいと、同じ方ですね。いやー、すごいな三3枠のうち2つ TK さ取っちゃう。いや、もうちょっと二,十、ね、二重人格と言ってもいいぐらいのセンスの使い分け方ですよ、これは。ますます嫉妬じゃないですか。いやー、すごいな見し多いんでしょうかね。すごいっすね。はい ということで、はいはい。では、ここから後半の、<laughs> はい、あそうかそう,そうだ。<laughs> まだ、<laughs> まだ半分あす、ね、まだ半分ありますよ。いやいやいや、今からじゃあ優勝はじゃないんです、ね。ないないです。前半の選ばれた3つを紹介したと。<laughs> は,いはいはいはい。ということで、後半の28個いきましょうか。はい,いで。はい。では、早速、はい折田さんお願いします。ますね、えー、最初。合法 3P。 <laughs> い,やないや、区切りの悪いとこで、なんか、どしょっぱつ来ましたね、なんか。のっけがね、ちょっとね。うーん。 まあ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 、最近ね、こういろいろこういうのも話題になってますからね。な、何だろうって、ねうん、合法だ,だな,ってなってま、ね。まあでも、なんかありがたいな一応合法っていうが分ね <laughs>、えー。いや別、別に基本的にあの 3P は別に合法ですからね、別に、ね。そ,そもそも違法ではないですからね。合法,合法感がなくなってるっていうのがすごいです、ね。そう、すごうん。 <laughs> 合法ってつくことによって合法感がなくなる。というねなな、たくさんありますからね、次からいきますけれども、次は、3分の1。何で <laughs>、ね、<laughs> すかね、うん、なんか、なんか、バトルロワイヤルさせられるみたいな、一、えー、人これ多分続きというか、次が、それを踏まえてのだと思うんで、い <laughs> きますけど、はい、次は。 情な感情です <laughs> シャムシェードじゃないですか。<laughs> 伝わらない感じですね。ねうん、伝わらないですね、<ー>これは。うん、<laughs> なんで今さらなんですか、これ。いつまでこのネタ使えるんですか、これ。<laughs> なるほど。ないですね、こう2つあってのっていうところ、ねうん、もうなんか後半の3つ目でも、僕、弱気になるぐらい強いですね、ライバルがやっぱり。<laughs> 高いな後半にも隠れてるわけですからね、東山さんが。そうですね。どれが可能性はありますからね。一つ言えることは今は気づきましたけど、前半で選ばれはしなかったことですね。そうですね。いたとしても選ばれなかったってことですね。えっと、次が、何ですよね。次は、ナショナル。なんでここに来て大企業の名前を。 <laughs> パナソニック的なはい、はい。パナソニック的な。ものがまし。まあまあか、まあ、選ばれるとちょっとややこしいですね。そのナショナルです,です、ね、っていうのは。やや、ちょっといやいやいや。いや、それはややこしいでしょ、それは,いはい、はい。いいまあまあさら、さらっといきますけれども。はいえー、次が、どこかで聞いたことあるな。一、はい、<laughs> 万日印。<laughs> いやいや <laughs> れ入れ替えた的なやつねいやいや。全然隠れれてないじゃないですか。 いやでもねこれねあのニコ生で出てたと思います私見ましたあそうなんですか一万1人って前行ってたんですよ1万1万でしたよねあの時ああそうか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 こういうのでっていうのを言った上で踏まえてなるほど逆にしてってことですね気がしますねいやでも俺の中で今デッドヒートですねこの <laughs> ト,ート,トーナメント戦。あ本当ですか。はい。は次も行きますよ。はい。次が、パフパフ。あきー、なんか、懐かしいぐらいの感じがありますけど。ね、イントネーションとしては、パフパフです、ね。パフパフ。パフ,パフ。<laughs> パフパフの文今の言い方良かったですねけど、リコさんなんか。そうですか。あの、はい、勇者コントを踏まえての。 ね、ああ、なるほどね。なるほどね。はいはい、はい。うん、いいですね。ね、うん、えー。どんどんいきます。なんかちょっと疲れてきちゃって。い <laughs> きますけれども。えっ、ー、と、次35番目。うん、はい。はい、えー、入れ食いクリッチン。<laughs> <laughs> また一周してきたな。いやすごいな。またま勇者が、ね、勇者が出てきましたね。 いやー、すごいカーブの攻め方ですよ。すごいなー。あー、これもほんと。下道ですね、ねえ。次ちょっと可愛いかないや、まあまあ、これを可愛いと呼び出したら、もうリコさんもちょっと感覚がね、おかしくなってきてるかもしれないですけど。次が。ふわふわもっこり。 確かにね、全部ひらがなですしね。うん。私、ひらがなに弱いのかな、なんか。ああ、なるほど。ひらがなで書かれると、可愛いって感じちゃう。感じちゃうひらがなで書けばよかったら。そういう問題じゃないでしょ、別に。うん。なるほど。わけで、なんかいいですね。かこれも、キャッチーな感じですね。はい。次、うん。面白いですけど、次が、 ご想像にお任せします。ああ、いやけどね、僕もこれ今次パッと目に入りましたけど、ね、これはなんかね、が想像にお任せしますさん、ん普通にすごくいいですね。 まあっいうニットメーカーって言われると困るけどセンスはとても難しいですね普通にいいって言うと今までのが普通に悪かったみたいになっちゃうんでまあちょっとあれですけどはいなるほど38個目いきますはいが30金まあ前半にねあま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 あそうですねなるほど20代じゃまだ 早いよというね、早いよっていうね。逆になんか小学生じゃないとダメな番組ぐらいなっちゃってね。逆にね。大人禁止ぐらいにな30歳以上聞いちゃダメって意味に感じてきますよね。なるほど。大人禁止ですかね大人が聞いてる場合じゃねえっていうね。次、読み方の注釈もついてますから、ちょっますけど。マンプチン。 パンプキンと同じ発音でって書いてあるんでこだわりがあるんですかね。あるんですね。マンプチン。うん。多分こうハロウィンの時期に送ったんでしょうね、多分。それはあるかもしれないこそれはあったでしょうね、やっぱり。次はちょっと某有名漫画を彷彿とさせる。はい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 。バコマン。 バクマンじゃないですか、これびっくりマークついてますね、今度ね、映画化するみたいですから、それに合わせてっていうことですね、まあ、文字系もね、結構、ありますからね、あれはバコマンしないっていう関係の二人の漫画ですからね、真逆ですね、これは。では、次、次、どう読むのかな。 ビチョギン,ギン <laughs> <laughs> いや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 、ここに来て、とんでもないダークホースの登場ですね。<laughs> 最低ちょビチョギンの皆さんです。いや,いや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 、ビチョギンギンはなかなか最低でしょ、これ。<laughs> これは解説いらないです解説じちゃダメパターンですね。すごいな何がどうとかは言っちゃいけないパターンです、ね、ちょっと後半戦、ちょっとすごいですね。<laughs> 次,ん次。次な、何、はい、でしょう不思議です。42番目。はい。マ、えー、<ー>ンケイラ、チンケイラ。<laughs> なかなかだなぁ、みんな。すごいなちょっと後半戦の、 すごいなぁ。すごいぞ。マンなんだわかんないですけど、なんか、わかんないですけど、多分この人、バカでしょうね、存じ上げないけれども。まあまあまあ、マンケーラ、チンケラ、すごいななるほど。次は、星は読まない感じですかね。角田宏的なやつですかね。やつでしょうね。 ま基本って感じがしますね <laughs> トツがねあの漢字の「とつ」に黒い星が入って「まんまん」とカタカナとまんまんいやこれマンプッチンあたりから全部同じ人じゃないですか <laughs> なんかこれそれがね、はい、意外と違うあ意外と違うんすか みんなこの番組に染まりすぎじゃないですか、ね。まあちなみになんですけど、はい、ちなみにあの補足なんだ、つ補足ですけども、はい、あの,の、一応、ト進シンとは2枠やらせていただいたので、一応時間にして1時間だったんです。ね、はい、一応来場者数ってあの、まあもちろん一人が2回、もう一回来れば二ってカウントされちゃうんですけど、まあ1時間の合計が約200人来ました。すごい。<laughs> すごいですね。なので、 はい、結構た、まあ、コメントを重複してる場合もありますけど結構いろんな方が 1>,、ね、まあ1個だけ答えた方もいれば複数答えていただいた方もいますので、まあ、<laughs> みんなすごいですね, <laughs> ねえ思いつかないもん思いつかないっていうか意味が分かんないですからね <laughs> 200人の知の結晶です <laughs> まだ半分ありますからねいいですよ、はいえー、全部カタカナで「麺 <laughs>、はい、作り」 これ、商品名にかけてるんですね。作る方のじゃなくて、酢に点々の図、面図。面次が不思議、なんだろうって感じで、銀と苗、銀と苗、銀と苗、とがひらがなで、あとがタかな。 銀っていう人と苗っていう人がなんか、<laughs> この人の世界ではなんかあるんですけど、銀っていうてる人ってことああ、そっか,かそっか。そう、そういうことね。う,うん。けどなんか、この朝ドラにもなりそうな。なりそうなね。なこうちょっとこう、苦労した、なんかね、銀と苗みたいなね。うーん。へ、えー、次。はい。マーラーメン。<laughs> なるほど。もうなんか、<laughs> 感覚麻痺してきて、もう、マーラーメンぐらいじゃ、もう、あれ、ピクリなんか、ピクリともしなくなってきましたね。<laughs> 難しいですよ、だから、うん、番組名が煮込みすぎだろ、まんこつラーメンいや、だからもう、さらにそのユニットがマーラーメンってーーン、いや、だから、普通に、うん、普通にうまいっていうか、普通にいいねみたいぐらいにしか感じなくなってきましたねう。ちょっと辛めかな、みたいな。そうですね、もう、マーラーメンじゃ、もう、ちょっと刺激が足りないぐらいになってきます。<laughs> もっと欲しいっていうね。うん、うね次はもしかしたら面形なのかもしれないんですけど、はあはあえ緑の山田。なん <laughs> <laughs> だ,よだよ山田。<laughs> 中学生のラジオファンが書いたぐらいの感じ。すごいですね。懐かしいですね、なんか。んその、緑の、 タヌキとかそういうことですかね。たぶんね。赤の山田がどこから出てきたのかが不思議ですけど。ここに来て僕らに何の関係もないっていうね。どっちも関係ない。に帰った感じの。48番さんですね。はい。うん。いなりとソーセージ。え <laughs> 銀,銀と苗に続いて <laughs> 稲荷とソーセージ僕これ個人的仲かいいなと思ってたんですけどいや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 個人的にいいなじゃなくてこの人稲荷とソーセージ釣つってるだけですよもう <laughs> 私いないですよね <laughs>、えー、いないですし稲荷とソーセージ言い出しただけですよこれもう、ね、ユニット名でも何でもないでしょこれ <laughs> だけど食べ物2つ組み合わせて何億パターンもあるんですよだって てもも僕はね、ここに来てね、さっきから切れるの我慢してるんですけど、どんだけみんな知恵絞って、んなも食材の組み合わせ何通りもあるけど、この流れで稲荷とソーセージって、もうあれでしょう、もう <laughs> 満を持してでしょ、それこそ。<laughs> ーーまだ残り,あ,りあと1個ぐらいですかね,ね頑張りました、はい、ね、はい、49番、目はい、ここまで来ましたよ、本当、はい、<laughs> いやいやいや,いや個人、個人になっちゃいましたしね、なんか、どっちかというと、戦隊もののネーミングじゃないですからね、これ。<laughs> 宇宙系でギャバ宇宙系でギャバンタイプって何だよ。何するんだよ、もう。ええ。いや、面白いですよ、でも。すごいなんか絵が、絵を想像しちゃって。さあ、じゃいよいよあと七個ですね、残すところ。ね。すごいなあいきますよ。はい、7個。五十万目。これは、このまま読むんですよね、きっと。はい。チンポー。うん。うん、じゃねえよ。 やめてるよこれはさっきなんか小6本の人と同じ人ですユニット名決める前に抜けてやれ感じで珍しいに包むでしたねはいじゃ次いきます中華とかけ稲荷出てきましたけど稲荷とソーセージひじきを添えてこれこれ莉こちゃんかな <laughs> <laughs> なんか、あ<ー>あの多分これも、ニコ生で出てた、私が見てたニコ生で出てたと思うんですけど、カブセとトソーセージって出してくれたなんに、女、女性一人いなくなってるよねって、ちゃんとそうなってたん、ね、添えてくださったんですよ。これはだから、優しさ、ひじきは優しさ、よかったで,すね、でも女性をひじき。

ってし音が鳴るぐらいしっかりした感じの響 <laughs>、はい、いやしっかりしてないですよ、別に非常位の法則しっかりしてないですよ、<laughs> うん、東山さん,うん漢字っていうだけですけど、ね、なんかこうね、<laughs> 学術書とかペラペラ見てたありそうですあ次はおなじみのペロペロキャンディーズが来ますよ、ね <laughs> <laughs> 粘った感じで最後に入ってきましたけどね。入ってきましたね。はい,はいはい。<laughs> なんで粘ったんでしょうね、ペロペロキャンディーズは。<laughs> えっと。残り3つですね。<次>残り3つですね、ジェ<れ>って,て。はい、なんだろうな、えっ、ー、と、ーゲロを吐くように嘘を言う。<laughs> <laughs> なんか最後、なんかめちゃいいの出てきましたけど、なんか。いいの。いや、いいっていうか、なんかわかんないですけど、なんか。おお。好きそうではあるよ。いや、好きっていうか、なんかこう、なんつうんですか。こう。浅野忠信とか、そういう。映画しか出ない俳優がで出そうな映画のタイトルですね、なんか、こう。<laughs> <laughs> なん,かなんか分かる気がしますけどちょっとこうちょっとマイナー映画のなんか <laughs> な妻夫きとかが主演でありそうですねあああと2つですね <laughs> え55番目がはい55番「小鳥千匹」よくわかんないですけど <laughs> またこれもまあワイ <laughs> マイワールド系ですねねえ <ー S 1> そうですね 小鳥千匹の皆さん。<laughs> 下ネタ的な意味で言ってるんですかね。どうなん、まあまあけど一応、そう、受話器の番組に送ってきてくれるんでしょうからね。一応下ネタなんでしょうね。小鳥千匹っていうのが。ね。そうですね。じゃあどうぞ。い最後ですね。はい。56番目。これは、このまま読んだらいいのかなはい。読み方としては。はい。んっこ。<laughs> なんで最後これなんですか <laughs> NKO で、読み方としては、うんこって書いてくれていやいやいや、なんかこう、ねえ、90年代のアイドルでいそうですけど。<laughs> なんか、リボンとかね。ココとかね。とかね。なるほど。揃ました。皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。いや折田さんもお疲れ様でした。いやいやいや、お腹いっぱいですね。聞いてる方も結構ね、耳がタフになってると思いますけど。いや、ほんに。 まあ、なかなかでしたけど、これもまた、一回挟んでいただいて、えー、3人が一個ずつまた選んで、あ、なるほど。ええ。挟むんですね、ま、最後に6個揃った段階で決めたいかなと思います。<laughs> <い>あ、そうなんですよ。このまま発表じゃなくても、一 <laughs>、はい、回ちょっと、また審議しましょう。<laughs> う審議しましょう。はい。ということで、一回お別れしたいと思います。ありがとうございました。はい。 にしてもおししゃれにてもなカフェだねこのカプチーノおいしいあそうだねえねえ俊一君うんふ<あ>普段さどんなズリネタですること多いのホン、ま、こんな場所でよくそんなこと聞けるないいじゃないだってこれ18金音声同人サークル東山誠ブランドの CM だもん <music> 寝ながらナニーを学べる「寝ながら竹人」シリーズ 魅惑のなめ音ジブジボシリーズギャップに燃えるささやきボイスシリーズエッチなボイスドラマは東山誠ブランドでへえなるほどね年数くんも乳首が性感体なんだえっあう,う,うんうん 見ぎだろうわらわら、あんこつラーメン、わらわらはい、そういうことで、はい、まあ、すごい量の、なんか、すごい言葉をたくさん脳に入れちゃいましたけど。いやー本当ですよーもう 疲れがすごいですよ<う> <laughs> 何でしょう、うん、この疲労感は <laughs> リスナーの方ももしかしたら人生初めての体験だったかもしれないって全部聞かされたわけですからね, <laughs> ねえまあいまだに真面目な顔で緊張しているのは僕と この,あのグランプリに参加している出場者の皆さんだけ、<laughs> そんなに緊張してるんですかで聞いてるのかな <laughs> そんなに名誉なことなんですかね。はい、俺のになるかどうか、<laughs> 特に前半も絞られましたから。そうですね。<laughs> ねそうですね。はい、そして、この、えー、時間、えー、先ほど、はいえー、打ち合わせをした結果ですね、はいはい、後半の、えー、3つが選ばれました。なるほど。えっとですね、じゃあ、徳松さんから発表してもらっていいでしょうか。 自分の。あ、僕のですか。はい。じゃあまあ後半戦。まあちょっと後半戦はね、やっぱりちょっと混戦と言いますか。うん、そう、混戦でしたね。えー、やっぱりそのマンケーラチンケーラなど。ね <laughs> まあ美蝶銀銀とかもあったので、ちょっといろいろ迷ったんですが。あでも今ね、今の考えた人、ああ、俺の入ってないって、ね。<laughs> いやいやいや、そんなに、ね、<laughs> そんなに残念なんですかね。わかんないですけど。はい。まあけど迷った結果ですね。はい。えー ンマなるほど、はい、あんだけユニットがあ,りましたあんだけユニット名だっつってんのにね完全にこれは個人的なね宇宙,、はい、宇宙刑事ジギャバン的な感じですからこれはなるほどうーんまあけどやっぱり,かりましたこれはちょっと、はいはい、気になっちゃいました、はいえー、ちなみに鬼頭戦士コンドマンは、はい えー、初めての方ですね。えー、っと、えー、<laughs> ローマ字で、うん、はい、えー。これは小手半なのかなえー、っと、simils さん。まあ、シーミールズさんというのかなという方ですね。はい。では、折田さんは、どれを選んだでしょう後半から。ね、はい。私もちょっと迷ったんですけど、はい。ご想像にお任せします。捨てがたいなとも思って、

から始まる ID の方でした。はい、うん。はい。はい、えー、ご本人は多分お分かりになると思います。なるほど。はい、えー。僕、なんですけど。はいはいはい。これ、うん、僕のってもう決まっ、あの、分かっちゃうことになるんですけども。<laughs> どういうことですか <laughs> え、僕のって分かっちゃうことになるんですけどって何ですか思いっきり職権乱をしたっていうことの好評ですか今のは。 まあまあまあ、一応きましょう。いや、そりゃそうでしょ。だって、ここで人の選ぶってのもおかしい話です僕は。あ、んだけね。僕は負けねえぞと思ってますからそうか、そうか、そうか、そうか。はい。じゃあ、最悪決勝には行きましょう。あんた、あれちゃ何言ってんだよ、よ。何言ってんだよ、徳決勝行くんだと思って。いや、まあ、決勝には行きましょう、じゃあ。はいはい。まあ、ユニット名を決める6強の中にね、僕も。たいので。はい。 え僕ので、はいゲロを吐くように嘘を言う。<laughs> それか。<laughs> それか。これか。よかった。選ばなくて。<laughs> 危なかった。危なかった。ちょっと。一回打ち合わせで徳はさん、これに、最初にちょっとね、名前出したんですよね。うん <laughs> なんかの映画のようだ。映画のようだ、ね。映画のなんか。ね、はいはい、結構話してくれましたけど、あれ実は僕のでした。ペロペロキャンディーズではないか、さすがに。<laughs> はあ、なるほど。まあーさ、まあけど、さすがと言っておきましょう、これ。<laughs> ああ、よし、ありがとうございます。ただ、先ほど、ここに来てね、皆さん6、6回。 六強がすごい。六強が、はいはいはい。まあ、ちょっとま、まとめて言いますね。はい、しし前半から、えー、ラン、ランさん、えー、ニョコン。はいはい。えー、TK さん、ツインタワーウィメン。うは、ん、い。えー、同じく TK さん、金玉引きちぎられ隊。はい。えー、うん、シミールズさん、えー、鬼頭戦士コンドマン。はい。えー、S0 から始まる ID の方、三十金。うん、で、僕の、えー、ゲロを吐くように嘘を言う。この中から、 今、この3人のユニット名がワンクロ割でついに決まります。不思議と僕もドキドキとしてきましたっていうか不思議とじゃないと自分らのユニット名。ああ、なるほど。いや、なんか。もうネタにならないんですから。あ緊張感。決定ですから。あ、そうかそうか。忘れてました。ちょっと僕らのユニット名。まだずっと引っ張るわけじゃないですよ。僕らのユニット名なんですね、これ。なんかここに来て、私すごい他人事のような気がしる。そう、逆でしょ。 なんかあーって感じそれ受け入れたくない現実の時き、放するために、ぼーっとしていくるのと一緒ですよ、それ。疲労もあって、ぼって、なんかぼい <laughs> うんってなってきちゃった <laughs>。で、先ほど打ち合わせでですね、好みが3社 3, 3用なので、うん、話し合っても決められないってことで、僕らこれ、6強の中から、9時で決めると <laughs> いやん時かい何ですか、そのジャンピングクイズ的な。 最後はただ、最後は1万ポイントですみたいな。うん、ただね、はい、徳松さんね、これあのー、えっ、ー、と、5個残った応募していただいた皆さんも9時かよって思われてるかもしれませんが、逆に、うん、このユニットが売れる売れないっていうのに大きく関わることに、実力以外にうんっていうるなるほど。まあ、つまり、6分の1に、 選ばれる運のないようなユニット名だったらどっちしろダメじゃないか。なるほど。要するにもう戦ン的に、い的にいろんな意味で言えばもう並んでるわけですからね。<laughs> はい。もうあとは運だけだということですね。はい。なるほど。ま、ひとまずこの6つに選ばれた時点でまあいいじゃないかということで。まあ確かにもう、そうですね。うん <laughs>、はい。だからもう選べないと。これは。はい。選べきれないと。 あとは、まず、はい。まともに議論してたら多分、折田さんの雰囲気からして、これ、ワンクール超えても終わらないですから、どれにするから <laughs> <laughs>、ね、どっちにしろね。いいです、もう人ごとになってますから <laughs> いやいや、<laughs> なんで <laughs> 何々の、今から始む、決まる何々の折田で子こうっていう人もいるかもしれないんですよ、今後。<laughs> びっくりするかもしれませんけど、<ー>今後は明日から。明日から。<laughs> 嫌だな、がらそのそ嫌がらせの言われして認定しますから、大丈夫です。ね、あれ、折田さんって、祈祷選手コンドマンの人でしたよね。でね。うん。そう、折田さんは出てこないけど、みたいな感じ。祈祷 <laughs>、ね、選手コンドマンのあの右側の、とか、なんかそういう言われ方もナレーション担当かな、みたいな <laughs> <laughs>。え、どの役、三人のユニットの決定ですから。はいはいはい。で、今僕、簡易で。はい。 あの、空きがあったのティッシュの箱に、はい、紙に、あの、数字書いて、作りました。全部が、下ネタっぽいですねこ。これ聞こえますかね、音。はい、あその中に6個入ってるわけですね。こすあこの中に6枚入ってます。はいはいはい。で、もちろん僕は、あの、目をつぶって、はいはい、今から決めますので、<laughs> <laughs> よろしいでしょうかはい。いいですね。 ま、あけど、それでゲロを吐くように嘘を言うがよって引かれたらなんか疑うわ、なんか。本当ですねー。いやー、けどちょっと。あ怖え。怖いっすねー。ああ、もうもっとちゃんとしたらよかった。怖いわ。取りました。はい。よろしいでしょうか。あ、もう引いたんですかえあ、もう引きましたか。あいいっすかはい。 それでは、ニコマンパーソナリティ3名のユニット目。はい。発表します。はい。はい。えー、応募番号。27番。<laughs> おぉ。ツインタワーウィメンに決定した。おぉおいや、なんか、うん。ん一周回って、 <laughs> 一周あって、まともな,、ね、なもなのが来た。まともなのが来た。今からツインタワー未免の3人ということになります。ええー、意外ですね。す,ねすごい確率。ああ、やっぱり TK さんでしたっけ ?TK さんですね。ね、TK さん強いですね。なんか持ってますね。うん。まあ、ということで、まあ、これね、なんとなく、あの、定着するまでは時間かかるにせよですね。はい。うん あ僕はもう今ツインタワーウィーメンの東山として喋ってます。<laughs> なんかボーイズ・トゥー・メンみたいな、なんか、すごい、アメリカのユニットみたいですけど。はい。ツインタワー・ウィメンです。すごいな。これなんか、いいっすね。なんか、この終わりは、なんか感じるものが。<laughs> そうです、ねうん、わいってならなかったですね。なんか,なんか、うん、シュ、ね、<laughs> ーンってなりましたよね <laughs>、うん これきたっていう。でもなんか、うん、うん、天がですね、これにしろと言ったわけですから、なんかあるんでしょそうなんですよ。なんかね、運命めいたものを感じましたよ。はい。なるほどね。ということで、僕らは、今から、このニコマンやってる最中はですね、ツインターウィメンとして、ツインターウィメン考えた人、 金玉引きちぎられたい考えた人と一緒ですもんね。一緒です。そすね。それもドラマチックだな <laughs> よかった、そドラマチックですね、<laughs> 確かに <laughs> <laughs> そっちじゃなくてよかったですね、リコさん。ええ <ー S>。はい。<laughs> ということでですね。<laughs> まあ今回、ワンクールですね。い。終わりということで、一応、あのー、一応一旦節目なんです。だから、ここで、最後は一応さよならという形にはなりますがはい。はい ツ、うん、るクルがスタートするかどうかはですね、まあうん、うん、結構いろいろ精査しないといけないので、うん、まあ後ほどですね、えー、と東山誠ブランドの広報担当優位のツイッターですとか、あとはあ徳間さん、東京ミーハー、あるいは、はい、あ織田さんのツイッターなどのリツイートですとかですね、あとは東山誠ブランドのホームページ、えー、などで確認、あの、報告させていただきますので、 えまた、続いた場合は、ね、ぜひ聞いていただき、とりあえず、ワンクール、皆さんありがとうございましたという。あ,ありがとうございましじゃあもし今後続くことがあれば、これからも、ツインタワーウィメンの3人でお送りする、ニコミスミキであろうってことになるわけですね。はい、なりますし、ま、もしつあの、続く、ワンクール、今回で最終回となれば、はいはい、僕の中では、ツインタワーウィメンは永遠に不能です。ですね。 僕、今、のユニット名の話しすぎて、一瞬、番組名忘れちゃいましたからね、<laughs> <laughs> <laughs> しかし、この6機を並べるとひどいな、これ。いや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 、なんだこれじゃないですよ、ゲロを吐くようにうってどういうことなんですかならなくてよかった、ユニット名でも、いや、くっそうじゃなくて、ユニット名でもなんで,でもないでしょ、これ。 あれあれゲロのやつとか言われるんだよきっとゲロ吐きって言われる感じはちょっとありません略してゲロ吐きですからね怖いわよかったツインタワーウィメンいやちょっとなんかある意味なんか劇的で劇的ないや本当になんかツインタワーウィメンがやっている煮込みすぎだろマンコつら かっま,ますますわかんないなってっす,ぎまますますた。かんないすぎ、かっこよすぎません改めて、ツツインタワーウィメン。たぶ <laughs> ん、徳はさ、い、あの前回僕、あの徳馬さんが言ってた通り、50何個もあんなん聞いてたら、うもう本当に針が振り切ってるので、<laughs> 今の基準でこれがかっこいいかどうか怪しいですよ、ね、あ、そうなんですか。<laughs> ええ。一日立たないと、そああ、なるほど。かんないですけど。はい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 。ということで、まあ今後一応、うん、あの、この場面終わったとしても、ね、うん、インターウビメンとしての3人も、はいや、はいや、本当に。ソロとしての、活動も、見守っていただけたらと思うんですよね。それぞれソロでやってますあ、はい。はい <laughs> 芸人、徳松武志、声優、り田理子、ライター、東山誠、ソロでもやってます。けど、そのそう、フロム、フロム、ツインタワー、ウィメンみたいな。ウィメンっていうこと。なんかそういう感じで。はい。また見かけることがありましたらですね。はい。よろしくお願いしますということで。とりあえず、皆さん、お疲れ様でした。そして、リスナ皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、またどこかでお会いしましょう。さよなら。さよなら。 わらわらあんこつラーメンわらわら。